に行けるのかどうか。お、まあ、今日もね友人の倉庫借りま来たんですけども、快晴でちょっと雨にもねなりかけてたんですが、まあ楽しく走れると思うんで、多分ねドリコンとかもあると思うんで、ちょっとねドラミ聞いていきたいと思います。さあ河村さんはねなんかねちょっとかっこよくなってんだよな何がやるの、カワーレンウィン、お、これは優勝の、優勝用のドンペリです。ドンペリかこれでしょ、ドンペリ用ピンクでしょ、これ。あーやばいね、ピンク色だ。あー50万ぐらいするやつだ。そう買っちゃった。じゃあ、おはようございます。おはようございます。下のエリアは何、八の字。スタートはこの坂のトップのところ、はい、ドリコンはこれから説明します。ここに入るのが減点ゼロ、こっちに 入らないと減、ここに入ったら加点で、パーンって入って、このアウトのゾーンですね、アウトのゾーンに関しても、まあ、リアタイヤで、その他のゾーン設定はないので、ここら辺は、まあ、振り返しのセルだとマークセルが入ってる入ってないとか。さあ、ね、説明がちょっと長くて全部は皆さん聞いてないと思うんですけど、まあでもねここの走行会本当に練習になって実践的なんですよね。タイミングがもしね合う人は主催者のね川村の何か知り合いのつてを通じてまたどり着いてくれたらいいのかなと思うんで、来れる方もぜひ遊びに来てください。まあ見るだけでも楽しいと思うんでね、まあとりあえずやっていきましょう。さあそしてカワレンに今日ねこの走行会に来た俺の相棒はワンエティで来ました。まあ割とねここの走行会 NA で来ること結構多かったんですけど、まあ今 NA もないし、まあこのワンエティでドリコンとかね追走もあるんで、うん、まあなかなか大変ではあるんですが、まあこいつでなんとかね今日のベストを復したいと思います。あとは他にも結構知ってる人とかいたりするんで、ちょっとそこら辺もねお届けしていきたいと思います。とりあえずねオイル交換やってみます。あ、走行会もねみんな下で練習したり上で走ったりね、いい場所だよね本当。このぐらいの台数で自由にね走りまくれるっていうね、まあ私もね何を隠そうガソリン満タンで来ましたよ。今日はね Z33 も来てます、うちのね特集してる車。まさやさん、河村が一番ねガチだっていう主催がウォームと単走の本数聞くってなかなか。あ、単走1本なんだ、なるほど、頑張んないと。ドリコン行ってくるわ。余裕しょ。余裕ではないから。ドリコンです。おー、気合がプラス1点お、逆振り、いいねおー入ったさあ、桑子さんの番が来ました。ゾーンをね確実に行けるのかどうか。おっ、うわっ、おお、
船橋くん、イエーイイエーイ、お疲れ様です。いやもう走った瞬間はね、俺来たなと思った。侵入が絶対来たもん今。ごめんな。若干あそこのタイヤがオンラインかどうかっていう議論はしました。なるほど、これ以上言うのやめよう。オンラインと。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、そうだね、まあここまで表彰ってことでしょ。まあ追走で頑張りましょう。川崎さん、おねえ、この前出ていただいた川崎さん、とりあえず追走は1位と8位の戦いなんで、とりあえず俺先行でいきます。勝つんですか。いやもうそれは勝つでしょ、優勝目指して。まあただね、追走だとやっぱ結局ね、川村がなかなかのね強敵で、はい、でね、ぶっちゃけタイヤとパワーがねやっぱ大事だから追走を、はい、まあ先行でねマイナスされないように、はい、頑張ってくるわ。はい、ありがとうございます。ということで、とりあえず撮影よろしく。